こんにちは、あやのです。 YouTube ご覧になってくださりありがとうございます。今日はちょっと、実家に来てますので、マンションのベランダから、YouTube を撮っております。なのでコートを着ております。寒いです。はい、当時ですね、皆さんいかがお過ごしですか。私はですね、昨日、今年1年ね、通っていた、キネシオロジーとか、そういう感情解放とかね、もうそういう心理学とか、いろんなね、そういったもの、東洋医学とか、いろんなそういった体系立っているね、そういう精神性の高い講座に1年入っていましたけれども、それの最終日を、受講してきて、一区切りね、ついたところですね。最終日も本当に自分のこう内側に向き合う、そういったものをしっかり感じるような、ね、ワークをしてきましたね。面白かったですよ。業務連絡っていうか、1月のご予約は終了となりました。お申し込みくださった方ありがとうございます。2月はですね、次の予約開始は、年明けからね、ぼちぼちまた受け付けていきたいと思いますので、しばらくねメール等でね予約受付というのは、クローズしておりますということです。よろしくお願いします。そう、当時のねメッセージをちょっとこうなんかもらおうかななんて思ったんですけど、誰がいいですかね。誰にもらいましょうか。放送事故っていうのかな、こういう喋ってない時間ってね。じゃあやっぱりちょっと私のね、ホームベースっていうか、アルクトゥルスにちょっとつないでみましょうかね。アルクトゥルスとつながっていきましょう。あやのです、一番最初にグランディングしてくださいって来てますね。私自身今ちょっとグランディングが必要ですね。じゃあマザースとしっかりつながっていきます。皆さんこんにちは。アルクトゥルスより、光の使者というふうに名乗ってますね。素敵な名前ですね。OK、じゃあメッセージをねお伝えしていきましょう。今日は地球では冬至というね一つのタイミングを迎えています。まず、とても、そうですね、日本で、これを、ご覧になっている方が多いと思います。とても寒いと思います。ですが、こういうふうに、ぐーっと、力が入ってしまいますね。そういった状態から、そうですね、暖かいお部屋でもいいですし、無意識にね今こういうふうな、体のこうスタンスを取りがちですから、少しそれをほどいて、ゆったりと深呼吸をしながら、今この冬至、のポイントをね通過するマザースにグランディングしてしっかりつながってみてください。今このタイミングであなた方にお伝えしたいメッセージとしては、そうですね、常に変化し続けている、文字通り移動し続けているわけですね。ですので、冬至であろうが、夏至であろうが、ありとあらゆるエネルギーポイントを通過していくわけですね。ですので、もちろんエネルギーとしては、それぞれに違いがありますし、大きなね波だったり大事なそういった、ポイント通過地点ではありますけれども、でもあえて私がお伝えしたいのは、毎日毎瞬すべて等しく素晴らしい瞬間なのだということです。この冬至のタイミングがすべてではないと同時に、冬至のタイミングにあなたが何か特別な価値を見出していたら、その次の瞬間もその次の日であっても、二度と同じ運行がない、場所として移動しているということは、二度とそこに戻ってくることもありえない、そういったところを常に自分は
巡っているんだ、そんな風に感じていただけたら、宇宙をより、身近にあなたの中に共振させることができるよと思います。もちろん、そういったエネルギーや、惑星の運行における、ターニングポイントではありますけれども、何かある特定のポイントだけが、特別感を持ってしまうと、それと比べて他の日常というものに、喜びや価値が見出せない、また何か、自分がそこにかけがえのない1秒2秒というものを感じにくくなってしまいますね。もちろんどんなワークをしていただいても構いません。祈りを捧げていただいても、瞑想してご自身に深くつながっても、はたまた、日常いつも通り何ともない時間をお過ごしになっても全く構いません。たくさんのスピリチュアルリーダーが当時のワークや何かをこう発信されていますが、私が、お届けしたいメッセージは、すべての瞬間が、とても価値があって素晴らしいということです。本当にいろんな音が聞こえてきて、いろんな、感覚がその瞬間瞬間にあり、それが絶え間なく変化している。今のこの瞬間にあなたが感じられるリアリティこそが素晴らしいんです。今日はあなた方の内側にそういった新たな発見と喜びや、満たされる感覚につながるようなメッセージとして、そういった毎瞬毎瞬がギフトなんだということを光の使者としてお届けできて、とても嬉しく思っていますということですね。いかがでしたか？なんかさ、私も思っちゃったじゃないけど、当時だからなんかこう特別な何かをしなければいけないとか、この日にふさわしい何かがあるんじゃないかとかさ、だから特別なメッセージが来るんじゃないかとかね、軽く期待しておりました。でもね、全ての瞬間がね、唯一無二のものなんだっていう、そういったメッセージでしたね。素晴らしいですね。またなんか私もちょっとこう心が、ほぐれたな、あ、そうだそうだそうだったねって思い出した感覚ですね。ご覧になった方がね、どんな風に感じられたかはまあいいとして、私がまあお伝えするのはこういったメッセージでしたね。そしてこのタイミングだったっていうことですね。共有してくださる方がいたらとても嬉しく思っております。じゃあそんな感じですね。じゃあ最後までご覧になってくださりありがとうございます。なんかいつもと勝手が違くて、どこ見ていいかわからない。まあいいか。じゃあ失礼します。素敵な一日を。